はい、まあ、群馬さんがね、あの怪我人が多い中でかなり、エナジー出してアグレッシブにやってきて本当に素晴らしかったなっていうのがまず最初の印象ですし、まあ、あの出だしからねオフェンスは良かったんですけどディフェンスの方で結構ミスがあって、まあ、3ポイント多くやられて、まあ、前半は特にその後も、まあ、僕の方の、ね、ローテーションの問題もあるんですけどなかなかこう一人一人がしっかり相手の抑えどことかそういうのを把握できないままにゲームに入っている感じだったんで、まあ、あの本当にタフなゲームになりましたけど逆に言うと後半逆転されてからまたもう一回あのしっかり自分たちのディフェンスとそのオフェンスも狙いどころしっかり狙いながらオフェンスが組み立てられて、まあ、こういうゲームができたんで、まあ、自分たちの成長には本当につながった一戦だったかなと思います。前半の中盤からちょっとあの守備の部分でうまくいかなかったという話がありましたけどその部分どの辺りでちょっとこう共通認識が取れなかったというところですか。まあ、あの前半結構選手入れ替えたんで、まあ、そういう中でこうどこをどう抑えるかとかどこでスイッチするかみたいなところのその共通認識みたいなのがまあないっていうところと、まあ、オフェンスがそれでダメになってまたディフェンスに引きずるパターンあのトランジションで簡単にやられたりとか、まあ、そういうのがあって、まあ、結局今シーズンずっとダメな流れになる時のパターンがまた出たなっていう感じでしたけど、まあ、一方その攻撃面の難しかったところその第2クォーターから結構相手がそのビッグマンのポストへのマークを尽くして苦しくなった展開もあったんですけどそうなってるというのはどういうことですか。まあ、ちょっと狙いすぎかなっていうのは感じてましたけどね正直、まあ、あのアドバンテージあるのは分かってるんですけどそれ相手も分かってるんでそこばっかりになってあの展開なかったりとかなんかそれでズレできなくてタフショットを打って入らなくて逆に速攻出されたりとかっていうのがあったんで、まあ、あのそこもこうまだまだチームの共通認識ないなっていう感じはあのやっぱしましたね。どうでその第3クォーター終盤から第4クォーター序盤に入って前藤選手がスリーでかなり突き放したところもありましたけど、ね、あのあたり攻撃の狙いどころが改めて確認できたという話もありましたがスリーを打てたというところも含めてどういうところ攻撃が良かったというところでしょうか。まずはあのビッグライトアップやってたのでチェイスのところのミスマッチから、そこから寄ってきたところでスリーポイント入って、まあ、そういうのから少しずつチェイスをうまく使いながらあのポストでもそうだしピックでも使いながらあの展開するっていうので、まあ、ああいうオフェンスにつながったんじゃないかなとは思いますけどね。内容ですので以上です、はい、ありがとうございました。